どうも、天ぷらです。はくまです。かきあげです。しのびです。富士山に、いや、富士山以外の芸人にいたずらを仕掛けちゃいましょう、うん、今回のターゲット、しずる村上。なぜ彼をターゲットにしたかというと、はい、最近彼は本を出したんです。ララ、裸裸と書いてララ、うん、ね、見てください、この帯。お、すげえ。奥田民生さんが帯を。本当だ。奥田民生さんとね、酒飲んだりしてるんですよ、彼。マジで。彼はね、すごいんですよ、交友関係。すごい社交的ですから、はいはいはい、だから今日、村上くんをゲストに呼んで、はい、うちの視聴者にも、はい、宣伝しようよということで、はい、いいんですかと、多分喜んで来てくれると思いますが、はい、まあ、こっちで僕買ってやるからっつって渡したね、そのこのララの本の中身が、はい、そうですね、エロ本だったなってことです。藤山さんの書籍にもやりましたよね。そうでした。これは他の芸人にもできるなと。こういう系統は過去何個もありましたよね。本物のララになるわけですね。そういう意味だったのって言えるわ。今回は、はい、みんなで選びに行きましたからね、はい、カメラマンの彼がすぐスカトロコーナー。いやいや、そうそっちが勘弁してよ、スカトロは。いや、もう、うんこの寝取られ物だったんですよ。うんこの寝取られ物、うんこの NTR だったんですよ。だから勝手に寝とれよ、うんこは。今回はまあこうニャンニャンクラブ、ニャンニャンクラブ7月号、5月号プラス新たに、はい、これだ、洋物、あー洋物だ、バチェラ、バチェラ、バチェラ、ねえ、バチェラ、うわ洋物だ、洋物、おでかっ。さあ前回カッターでね、はい、藤山さんの本のサイズに切ったじゃないですか。はい、結構きつかったじゃないですか。そうですね。今回もカッターは用意しましたけど、一応カッターは用意してあるんですが、こんなものを購入しちゃいました。裁断機です。おい、学校で見るやつ。豪華だなー。ガッチャン。あー、これは、これは、これでいけるんで、これ結構お値段もしたんで、はい、こうやって合わせると、はい、大きさが分かるんですよ。ここなんだな。おお、怖い怖い。あ、なんだ。なるほど。細かなところはハサミとかカッターでいきますか。そうだね。なんか結局ハサミで切ってる。あれ？切れ味も悪い。カッターの方がいい。これ壊れそう。それ絶対切れない、うん、壊れちゃう。じゃあこれ使えないな。あれ、マジか、これ。やっぱり最初からこれでしたね。見られたくない。来てよ。綺麗。なんで自分の腕を信じなかったんだ。綺麗。綺麗や。なんだよあいつ。あと今ちょっともしかしてと思ったことがあるんですけど、何でしょう。前回藤山で使った、はい、作った本あるじゃないですか、はい、あの本とこの村上の本、もしかして同じ大きさなんじゃないかって。嘘だろ。いや、藤山さんの方がちっちゃいでしょ。それはちっちゃかった。それはパジャマさん、しのびさんやめてください。例えば今回藤山バージョンとこの村上バージョンが作ることができたら、次回以降は使い回しが効くんじゃないかなと今思ったんですが。だって本 A6 とか、なんか B6 とかなんかだっけ。はいはいはい、A5 か B6 ぐらいだと思うんですよね。はいはいはい。仕事の流儀ぐらい寄ってみたんだよ、カメラ。目元に、はい、近づいてきましたよ、ラララのね、はい、厚さに。見てください、ララとエロ本。
これ一回ちょっとくっつけといて、はい、完璧な厚さじゃない。本だ。綺麗になってる、うん、なってますよ。すごい、やっぱ職人の気持ちですね、うん、なるだろうというもう執念だな。執念ですね。ねえ、うわ、ちょっと待って待って、その、はあ、これだいぶ修正しましたよ。ちょっとじゃあ大きさを見てみようか。さあ、ということでこれから村上行きますね。本の紹介してください。この本渡します、紹介します、うん、中を見せてあげてください。開けます。ララ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 ラ
を見た瞬間の村上のリアクション楽しみましょう。なんだろう、かき揚げ。おう、かき揚げの地蔵か。やだ、やだ、そうです、とどまりです。よろしく。あれ7時もうなし。あ、じゃあもう最低でも7時に出れば大丈夫。そうですね、うん、7時。じゃあ10分20分出番だ。あ、結構22分出番。まあ、遅いでしょうから。結構早々にやっちゃう。説明とかじゃあ回ったら大村から聞いてください。はい、お前4、3、2。さあ始まりました、寿司トークということでね。天ぷらです。袴です。かき揚げです。忍びです。そしてゲストにしずるの村上。村上です。今日はピンでね、呼ばせていただきました。しずるで前回呼んでね、あん時はいたずらしちゃったけどな。いや、あん時も寿司トークだったでしょ。まあ、寿司トークという体だったか、あん時はね、うん、今日も絶対そうでしょ。何を言ってんのよ。やめてよ、そういうの疑うの。聞きたい、聞きたい。じゃあ、処世術を聞きたいの。なんで疑うか知ってます。何、あんたもそういうことするから、ね、してきたい。前科があるから、ね、前科しかない。前科しか。いやいやいや、それはでもあなただって勝手にさ、知らないところで俺のバッグに、うん、俺のリュックにタバコの、タバコのポイカスをほらやったことあるんだから。それはもうすいません。前科者同士が放火してますね。いいバッグを。それはもう知らないよ。それは申し訳ないです。すいません。ねえ、はい、いや、処世術って、処世術ってなんですか。すごいじゃない、村上のその交友関係。あの楽屋でちょっとオーラン最近話したりしてますね。そうそう、それがやっぱ引っかかってたからさ、うん、プライベートとかそういうことですか。すごいじゃない、お前なんて一番強いカードある。まあ強いカードって言うのもね、まあ、じゃないんですけど、まあ、自分の個人的な、うん、あのちっちゃい時からの憧れとかそういうの含めて言うと、うん、奥田民生。マジで。すごいそれ。大の字さんの YouTube でユニコーンを語るっていうので、うん、グランジの富山さんと僕を呼んでもらって、はい、でそしたらそれをあの民生さんと、うん、テッシーさんがお二人とも別々でたまたま自分で見たことしてた。そしたら大の字さんの YouTube の方にだったら出してくれよみたいな。で来てそこで共演。大の字さんはそもそも交友あったの。多分会ったことはあったかもしれないですけど交友はないです多分。で、
で行って、そしたらその後武道館のツアーがちょうどあって僕行かせてもらって、そしたらそのマネージャーさんみたいな人に、今度なんかトークイベント聞いてますかみたいな、聞いてないですみたいな、去年の12月25日クリスマスにちょっと奥田と2人でトークイベントお願いしますって言われて、やばくたまりこで渋谷で震えましたよ。でそこで一緒になって、なんかただただその日がなんかライブがニック、同期のね、同期のおしみんまる、テレビ千鳥でもおなじみの、はい、そうですね、おしみんまるというね、ピン芸でやってるおしみんまると交流があって、はい、あって25日にもともとライブが入ってたんですよ、はい、でこれ月1レギュラーでやってて、僕がもともと発起人なんで、うん、僕もレギュラーなんですよ、うん、でそのマネージャーで25って言われた瞬間にバッて見たら、おしみんまるライブって言われてマジでこのスケジュールのとこだけ燃やしてやろうかと思って、どうでもいいライブやなんだこれっつって、神尾さん大なりおしみんまるだから、バク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 して心臓時間確認するのに大体時間どのぐらいになりますか、時間が被らなければで、ご交代ってなだと思いますみたいな、うん、そんな遅い時間じゃないです、うん、そしたらおしみんまるのライブが21時からね、うん、おお、これが助かったんです、マジで。21時だからその奥田さんのやった後に行ける、そう、ただ奥田さんのやった後のおしみんまるライブに行きたくない先輩でしょ、余韻先輩じゃない先輩で、そんなことする人間は先輩じゃない先輩でしょお前の優しさがね、うん、そうそう、いや、ほんとあだって返されるところなんですよいや、そんでさ、はい、その民生さんが帯書いてたでしょ、本に帯書いてくれました、それを皆さん、ぜひね宣伝したくて、ああ、これをちょっと、紹介してよ、どんなもんなの、気持ち悪いんだけど、どんなもんなのよ、いや、だから書いてありますけど、まあ、芸人人生を綴った自伝的エッセイ、ちょっと読んでね、見してよ、何が、何ですか、うん、えちょっと何え最悪、何これ、何はどういう本なの、お前こんな本を奥田民生さんに帯書かして、え、ラガって裸裸だけど、そういうこと、今ね、ほんとこれめちゃくちゃ投げたいのよ民生さんの帯なのよ、あ、はい、ふざけんな、マジでマジで叩きつけたかったすぐ本当にダメだね。バカにしてるよ、本当にこの人は。ずーっとね。なんかね、変だと思ったんだよ、ここら辺の色味が。最低だよ。そういうことだもん、お前。こんなな。民生さん、こんなの。あ、まあ、確かにもう、クレイジーだよ、お前。おめえだよ。ふざけんなよ。もうやめてよ、何してんのよ、ほんとにしょうもなてってれいや、村上さん、いや、引っかかりましたね、いや、もう変わってきてるよ、最近前も言ったけどてってれが出るって、もうこっち側はなんかで何で来るかっていう風になってきてるからやりすぎるよ、知ってんだしかも古いエロ本なのこれなんデラベッピンとかそっち系でしょ、これ、これニャンニャンクラブですねえ、マジでやってること小学生だもんね裸だから、女の人の裸ここに家かくっていや決まりましたねありがとう、いやー、民生さんには本当申し訳ございません俺にも謝れよ重ね重ね申し訳ございません編集者の人が謝った編集者と編集者、どちらの本だ、これ25って角川っすよ、角川角川書店の25さん、本当申し訳ございませんこれはさ、村上のサインで、はい、これプレゼントしましょう、はい、視聴者これやめてなんだこれ洋物のジェニーノーブル、苦労したんだよ、でも作るの苦労したい、だって形をこっちの方が全然苦労してるよ10万文字書いてるふざけんなよ、5倍苦労したよな、ふざけんなよ、ふざけんなよ、パソコンでしょ、こっち、パソコンでしょ、アナログだからね、こっち今これ、製本してるから、ね
製本じゃねえよマジで。いやこちらをだからラララ人1名さんプレゼントしましょうよ。あそれは嬉しいですよ。だろ、はい、村上じゃサインをちょっと書いて。わかりました。はい。いやすごいサインねという書いた、本、はい、これをね1名さんね。意外と村上ってこうシュッとしてシティボーイ系だけど、はい、結構泥臭い人間だから。あまあ確かにそれもねいいギャップなんですよ。まあさそれが書いてあります。まさにそういうことがね。で、はい、ジャルジャルの福徳さんにも読んでもらって、うん、なんか公開じゃねえ、あの出版記念みたいなトークイベントやった時に、うん、一言でどうですかと、うん、聞いたら福徳さんはとにかくダサいって。そうそういい意味でねダサい人間なんですよ村上って。いやもう何クソありますよ。あそれもうカズマもそうです。なるほどね。もういいじゃんそういうの。そういうのもふんだんに載ってますから。そうです。だからまあこうタミオさん書いてるし、表紙もこうおしゃれなデザインしてくれてるんで、そう実はなんかめちゃくちゃドロドロっていう。へはい、だからね、そうなんだって興味湧いた人はね、ぜひこれ手に取ってください。ドロドロな件ではこっちも似てるけどね。似てるね、同じドロドロだよね。ドロドロですね。うん、はい、まあ、いいんじゃないですかね。